盆を立て付けに置いて一礼、体を起こしながら盆を持ちまして、両手で盆を持ち、盆は帯の中央より上、そして右膝を立てて左を進め、右から入ります。式合わせから右左右、座ってから盆を畳に置きます。左膝を立て、左を引き、右を進めて、左右左右左、右で入り、懸垂を持って座ってから懸垂を膝と一直線上になるように置き、居住まいを正します。左手で下から内側に折り、そのまま引き、右手で上旗を取り、横一文字に構える。左手の指3本かけて、右手を左膝上に上げ縦にする。左手を離し上まで上げる。三つ折りにしながら中央まで下げ、一の字を書くようにし二つ折りにする。右手に持ち替え、人差し指を抜きながら左手で夏目を取る。夏目の甲を甲を書くように清め、向こうにつき肘を張りつつ親指を手前にし、ふくさを握り込むようにして夏目は少し左側に置き、右手で茶杓を取り中央に乗せ、茶杓は手前から貝先まで清め、手前に戻しながら副差の向きを横にして貝先まで進め、もう一度手前に戻る。最初と同じ貝先まで清めた後、左向こうに抜く。鉄瓶の蓋を閉めましたらば、左手で鶴を持ち、右手を返して蓋を押さえて湯を入れます。茶筅を茶碗の中に入れ、左手で茶碗を押さえて茶筅通しをします。茶筅を上げ、穂が折れていないかをチェックして、の字を書くようにして茶筅を抜きます。悪い例で手首が接近しすぎています。お菓子をどうぞ。茶杓が曲がっています。お菓子をどうぞ。茶杓は膝と平行にして行います。夏目を取ります。夏目は西の位置です。そして蓋を取ってお茶を二尺入れます。からで行っていますが、改めて抹茶の入れ方を収録するつもりです。
お茶碗を出す息は、ヘリ外3目、3目、右膝の延長線上になります。お茶碗は扱ってお盆に置きます。焼却からどうぞおしまいください。僧の挨拶、お茶碗を膝前に置いてからおしまいいたします。福砂と鉄瓶の鶴は平行になっています。二回目は茶筅洗いなので、サラサラサラ、コン。最後の茶筅通しは一回、最初が二、最後は一、合計三の奇数。これが和の特徴です。親指が茶筅の上を向きます。茶杓を持ったまま、右手で福砂を取り、打ち返して、上旗を茶杓ごと入れて、一文字にし、そして僧にさばきます。茶杓も最初は3回、最後は2回の5の奇数になります。人差し指と中指で叩きます。2回目は軽く叩きます。最後に鉄瓶の蓋を切ります。ピュッと音がします。これを松風と言います。一膝下座、左膝を立て、左を引き、右をかぶせて、左で腰、左、右、左、右、左で茶道口を出ます。左を立て、左を客付きに向けて、右を進め、左から越えて、水屋へ入ります。お盆の持ち方は、正座しましたら、しっかりと4本指を盆の底につけて、そして持ちます。親指を盆の中に入れてはいけません。